どうも、推しがすぐ死ぬ日本人アニメリアクターわさもんです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1750人目指しておりますので、もしよろしければ高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはスラムダンク第50話、王者への挑戦です。海南大附属との戦い、やっと50話だ、やっと半分だね。やっと半分まで来た。まあこれをね、今見てるのが12月3日15時、今が15時1分でございますね。で、まあ今日から劇場版のあのスラムダンク、なんだっけ、ザ・ファーストスラムダンクだったかな、そういうのがあるから、まあそれに合わせてスラムダンク見ていこうと思ったら、まあ案の定間に合わずなんだよね。まあ見始めるのも遅かったしね、101話っていうちょっと話数の多さにも圧倒されてしまったけれども、まあやっとここまで来たよっていう感じで。で、前に投稿したのは、商用戦だった。いやー、勝ったからね、すごかったよ。で、その後にね、3話、竹園と海南大附属の話があるんだけど、それは投稿はしてないけど見た。めっちゃ良かった。小田くん、花道がさ、100点差だろうが200点差だろうがまだ終わってねえだろうみたいな感じの、あれめっちゃ良かった。もともとね、なんだ、どれだっけ、劇場版スラムダンクも見てたから、それがあれ、竹園との練習試合のやつも見てたからね、それも相まってまたこうよかったんだよなっていう感じなんでね。まあこれに関してはね、もう申し訳ないけど、もう 見はしたから、ちょっと泣いちゃった。最後の方の小田くんのあれめっちゃ良かったから。で、今回から、海南大附属戦めっちゃ強いらしい。で、50話、今からは50話を見てこれだけで投稿する。で、多分59話か、最後これをまた投稿するかな。真ん中のね、51話から58話はね、多分投稿しないと思う。まあ59話の時にベラベラ喋るから、それを見てくれ。なんかあの第何話のあのシーンめっちゃ良かったみたいな感じで喋ると思うから、申し訳ないです。見ることを優先したい。劇場版をね、早く見たいから楽しみだね。よし、じゃあ見よう。もしこの動画良かったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。いやー、どうなるかね。どういう風に始まっていくんだろうか。海南大附属ってめっちゃ強いんでしょ。はい、それでは D アニメスターで再生していきます。3、2、1、スタート。劇場版見た人どういう風になったんだろうな。劇場版はさ、なんかなんだっけ、なんか言われてたのが、三王戦じゃないかっていう風に言われてたけどさ、まあなんかそれもわかんないじゃん。まあその原作も読んでないからわかんないんだけど、アニメと原作で最後の方が違うっていうのは知ってる。で、まあその劇場版が三王戦なのか、それともまあなんかアニメの最終回のその後なのか、原作のその後なのか。で、まあ原作ではあるんだけど、アニメではやってなかったところ、まあそれが三王戦のことなのかどうかは知んないけど、そういうのなのか、そもそももう違うものとして書いてるのかどうか。でも、ミッチーもリョーチンもいるって考えたらね、
ゴリもいる。どうこうどういうふうに描くんだろうかね。今までとは全く違うんか。まあそれも楽しみではあるしね。まあ見た人がいたら教えてほしいな。そうなんだよ、小田くん。これめっちゃ良かった。これなんだよ。おっていうところもかっこいいよな。でもここまで上がってきた竹園も強えんだよな。実際海南大に負けはしたとはいえ、王者への挑戦絶対強いもんな。6月20日9時30分海南大附属。関西弁のお姉さん。上昇。16年連続ってすげえよな。勝負はどうでしょうかね。勝負今強いっすよ。いや、まだまだ伸びしろはありますよ。桜木花道は大天才ですからね。なんで知ってんの？なんでこの人は知ってんだ？練習試合のこと。お前もしかして彦一？彦一のお姉ちゃんやん。っていうことは彦一の要チェックやわーはお姉ちゃんから取ってきたんか。おい彦一。強そう。マキさん、マキさんやろ。
崎さんこんな顔だったっけ。スリーポイントシューターや。ジンさんすごかったもんな。どっからでも入れたもん。3年かかったよね。こんなんか座っとったらいけんよな、確かに。怖えもん。なんでいるのってなるよね。ちゃんと来るの偉いよ。でけえなあ、みんな。三浦台か。すげえな、みんな来るやん。でけえなあ、みんな。要チェックやーじゃなくて要チェックやわーなんだ。おお、いいぞ。両チームとも歓声を浴びて。みんなでけえよな。あ、いいね。まだ始まってないよ。まだ始まってないよ。
ルカは入った。あれキープアウェイB パート、お互い10番なのも面白いよね。こらお前ら、やべえやべえ、煽りまくるよお互い。俺の方がすげえぞ、お互いにやっていく。やばい、ゴリが。疲れとるやないか。試合前なんだよな、まだ。マキさんもげんこつってすんだろ。すげえ強い、この二人は強いよ。相当すげえんだろうな。
30秒切った。いいよ、盛り上がってきたよ。すげえ、全然試合が始まってねえ今回で。ちょっと見れるか。あと1話見よっかな。デリシャスルカワってなんだ。ルカワガールズは増えねえな。始まる。さあ、どっちから始まる。ゴリ。オッケー。早っ。高い。マキさん。マキさん戻るの早くねえか、そうしたら。三つ！うわぁ！うわぁ！ドフリーやん。猿。おう！すげえ。1、2、3。両南線を思い出してくれ。おお、いやでもよう止めたよね。あれ止めたのよ。本当花道が相当すげえぜ。見よう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 。ああ、知ってる曲だ。歌うね。あ、さっきのがゴリで、こっちルカワとかそういう感じの書き方か。りょうちん？
誰これ、あ、終わっちゃった。ほ、計算会花道絶好調。ああ、今回からエンディングが変わっている。知っている曲だ。やーべーって、面白いってこんなズリーじゃんよ。面白いにも程があんだわ。いいな。え、大丈夫よね、画面見えてなかったかな。大丈夫よね、多分大丈夫だと思う。もう大丈夫じゃなくてもいいやもん。面白い、こっから始まっていくね。まあでも始まっていくっつっても、まあちょっとは始まったんだけど、開始早々やったな。ゴリが取って、りょうちんがパス、抜けたと思ってルカワがいけるかと思ったらマキさんが取って、でそっからジンだったか、ジンさんにパスをして、ん違うな、ジンじゃねえな、んジンか、でそっからノザルに行くと思わせといて花道のカット、まあ、トラベリングはねしょうがねえよ、まだちょっと難しいよな。面白すぎるって、こんなな。まあでも、あ、どうしよっかな、どっちにしろもう劇場版始まってしな。いや、おもろいって、やべえやべえ、これ超すげえじゃん、超面白い。いやー、よかった。まあでも次何あげるかもうわかんねえや、もう51はあげるか59はあげるかわかんねえや、知らない。まあでもどっちにしろ見はするから、その時はねまたよろしくお願いします。やべ、超楽しみだ。終わり。もしこの動画よかったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっております。ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方リンク貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、スラムダンク第50話、王者への挑戦でした。ありがとうございました。ならね。